東国原秀夫氏、伊藤問題に試験。宮崎県知事も務めた元衆院議員の東国原秀夫氏66が19日までに XQ ツイッターを更新。日本における推定無罪の認識などについて、試験を綴った東国原氏が添付した記事では、今回の見事なゴールを受け、ファンやサポーターらから日本代表への招集を強く求める声が沸騰しているという趣旨のことも報じている。東国原氏はこれらを受け、X に僕の YouTube でも言及したが、日本は推定無罪の認識や社会性が今一つ低いと述べた。日本って明らかに推定有罪よね。